この夏、3年前と同じような猛暑となった場合でも、全国では電力の余力が 6.3% 確保できるとした見通しが示され、が初めて示されました。This is a certified Chatsy classic.